埼玉県立和志宮高等学校は、埼玉県区市にある全日制普通科男女教学の高等学校。本校の元々の住所であった埼玉県北葛飾郡和志宮町は、1955年1月1日から2010年3月22日までは、行政上の和志宮町を和志宮町と呼んでいたが、最寄り駅の和志宮駅や和志宮神社などは、昔から、 和紙宮と読んでいたため、和紙宮の読み方が二つ存在した。1978年の創立時から、和紙宮高校と呼ばれていたが、区喜市、和紙宮町、栗橋町、勝部町の一市三町の合併により2010年3月23日から、区喜市になったことにより、和紙宮の読み方を和紙宮に統一することとなり、2011年4月から、 公明が和紙宮高校となった。漢字は今までと同じだが読み方のみ解消した。生徒数は男子が約380名、女子が約480名。1年生は共通科目を学び、2年3年生では文系、理系に分かれる。毎年卒業生の約35%から45%が専門学校へ進学する。 大学進学は約25%から30%程度で、就職は約17%から18%。平成18年度の進度状況は、大学77名、短大42名、専門学校107名、就職29名だった。1997年に野球専用グラウンドが完成した。公立高校では珍しく、 野球部の雨天練習場がある。三人が同時に投げられるブルペンも併設されている。運動部の中でも野球部は特に盛んで、1995年には第67回選抜高等学校野球大会に出場を果たした。近年の県大会でも上位の成績を残しており、地域では野球部の強い高校として知られる。周期関東高校野球大会に3度出場。 春季関東高校野球大会に4度出場経験がある。夏の甲子園出場経験はないが、2006年の第88回全国高校野球選手権、埼玉県大会、準優勝が最高成績。ありがとうございます。